ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだ、いきなり攻撃されたぞまあそんなところに立っている私が悪いんだろうけれども、はい、じゃあとりあえずここの下に、ここの下に道があるのか。あ、なるほどね、今まで来てなかったところや。え、ちょい待って、ちょい待って。はい。怪しき一つ目の石像、その目を矢にて射抜くべし。え、矢持ってないよ。矢持ってないよ。マジで？マジで言ってます？フックショットじゃダメです。やーっと。フックショットとかじゃダメですかね。ちょっと待って。痛い。く、ダメなのか。ということはだよ。ということは、ちょっと一旦マンボウのマンボウで、やっぱ買いに行くしかないんか。メーベの村へ。帰るぜ、帰るぜ。しぶしぶと弓を買いに行くアユナ。はい、亀岩に戻ってきました。ジョルピーもね、もう全然なくなったけん、ちゃんと補充していく。んで、あ、ここ。ここあれや。にゃー、ちょ、待って。え、当たらない。え、これどうやって当てるの？あ、なんか上に登れる。こっから当てるってことか。おっしゃ、行ったよ。おー、鍵来たー。鍵来たー、そういう感じね。はい、鍵。ゲットー。ん？これは？はっ。よし。とりあえず潰しとく。そして宝箱。やったー、鍵二つ目。やったね、一気に鍵二つゲットしたよ。さあ、どこに行けばいいのかしら。これは、あ、なるほど、ここに出るんや。え、ってことは？ちょ、待って。どう？ん？なんか、ここにも宝箱あるよね。え、これ何？この宝箱。あ、ここにも鍵があるのか。これは、ここから爆弾矢で火をつければいいってこと？よね、きっと。ちょ、待って。ということはだ。そっか、あれ以外にも、必要になるのか。あ、ちょい止まって。え、待って、爆弾矢はどうやってやるんだ？いろいろ試したが、結局わからず。別のところに行こうか。うー、怖い。怖い。え、てか、ここの下にも行けるのか、まだ。あ、ここで。ここでとりあえず。イェーイ、矢の補充。あ、なるほど、そこに足されていくんか。別々であるんかと思った。なるほどね。あれ？行き止まりだな。ああ、一応こっからジャンプで行けるんか。ジャンプで帰っては来れたけれど。けれど。どこから？ああ、こう、くぐり抜けていけばいいわけだね。け、いてててててて。あ、ちちちちち。あ、ちょっと待って。行く方向がおかしい、私。怖いよー。これで、これでいけるわけだ。いいよ。じゃ、爆弾補充しといて。こっち、鍵が必要。あ、あそこあそこ。ってことやから、ここ、よいしょ。まあ、別に、明かりがなくても、いければ大丈夫でしょ。あ、どこだ？こっちか。よいしょ。速攻で開いた。これは？明かり。ここも明かりが必要なところ？ああ、だね。
まあ一応。ん？でも上。ああ、上からコントいかんのか、ここ。あ、じゃあここを、開いて、で、上、ここを、フックショットで、あ、開けられない。もう一個鍵が必要。ちょ、待ってよ。特に進展もないまま彷徨うこと10分。あ、で、ここ、ん？待って、ここ、は、え？でもここ敵一回やっつけたよね。やっつけたけど。もう一回やっつける？痛い。痛い。一回やっつけたけど別に何も出てこんかったよね。宝箱とか。でも今ここ音がしたってことは、宝箱が出てくるってことやろ？え、どういうことだ？はい。いけ！飲み込めよー。何？嫌なの？あ、消えてしまった。もう一匹の方で。あれ落ちてきた。え？え、待って、前回私取らんかった普通に。ん？妖精消えたんですけど、おーい。おーい。もしかしてあれなんかな？外の敵もすべてやっつけんと、外の敵すべてやっつけてないようなんだし、あれやっつけたら何かあるとか。これ外に出れるところやったっけ？てか普通に、あれか、ワープで行けばいいのか。とりあえず一旦入り口までワープして、仮面はまでワープしてきた。ん？てかここ何？ここの中入った？私。え？入ったかな？なんか入ってないような気がするけど。ちょっと一旦入ろ。え？こっから？え？こっから出てこれるやん。マジで？そういう感じ？え、ちょっと待って。これは、ここから爆弾投げれるんかな？てか、投げれんかったらこれ普通に。あ、投げれる。あ、なるほど。ここからやっつけて、でもここから調節するのめちゃくちゃ難しいんですけど。はい。ここからやっつけて、あと、ゲットすればいいってことか。宝箱。なるほどね。よいしょ。食べてよ。まあまだまだね、いっぱいあるからいいんだけどもさ、爆弾。よいしょ。く、下でやった方が確実にやりやすい。あー、上だそれ。ちょ、待って。はい。おお、直接的に口に。いけいけいけ、食べろ食べろ食べろ。くそう。くそう。さあ、横、くそう。もうちょい、もうちょい、はい。おっしゃ、行ったよ。おー、行ったんじゃない？やった！あー、下に妖精たちが。まあでも、そんなにじゃないけど。てか、一旦消えるんやね、宝箱。ふう、これで小さな鍵ゲットー。で、ここで小さな鍵ゲットできたけん、ここに行くのがいいんかな。
ここに行って、とりあえず鍵開ける?んで、ちょっと暗いけん、この辺明かりつけて、で、こっから飛んで、鍵!よし。これで新たな場所へ。行きますか。これどこに出るんやろうな、次。よいしょーい。ダメやった。ダメやった。なるほどね。動いていく、この足場にもう一回戻らんといかんのか。あー、ちょっと待って!危ねえ!めっちゃ危ねえ。はい。そして、焦らず行こう。どこに出てきた?あー、ここに来たんか。ん?で?で、こっち側に行けるけど、これ、降りる?え、なに?なんか見たことないやつ出てきた。え、なになになに、怖い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 。へいへいへい。いい怖いよ、やめてくれる?ちょっと。ちち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 ちもうちょっとこっち来て。もうちょっともうちょっと。ギリギリまであれかな、引きつけとけばいいんかな。痛ーい!あれか。こいつを、こいつを、あの壁際に引きつけて、いてててててて。え、ダメやん。ちょっと待って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 、めっちゃ怖いんですけど。え、しかも、混乱せん、こいつ。え、ちょ、待って待って待って。あ、ん?もしや、ブーメランとかでいけるかな?怖い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 。は、え、いけない。まさかのいけないパターンですか?え、どうしよう。いや?何折れそうなんだけど。ちょ、待って待って待って。フックショット。にゃー!あ、一応、防御してない時ならいけるけん。その一瞬をつかんといかんってこと?え、むず。あと、これでさ、いやー!なんか吹っ飛ばされたよ!え?え?待って。妖精さん使います。めっちゃ厳しいんですけど。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。